ここでも追われているのか、ダッキー。誰かと思えば、戦艦の大工房さんじゃない。オロチと共に戦艦を脱した罪、償ってもらおう。ごめんね、古汚いところに戻るつもりはないの。せいぜい我が手中で踊るがいい。みな、己の務めを全うせよ。頼むから無茶だけはすんじゃねえぞ。武装の豪傑も娘の前ではただの人ね。戦場ではすごい人なのだけど。よく来てくれた、長領。関羽殿、礼は無用。共に戦うは私とこの青龍の念願なれば。ならば青龍に誓おう。我ら一体となりて敵を滅ぼさん。君と我に住むジオロジが荒ぶる力に勝ち込み、もうさくさく見据わり町からの荒み玉となりておりたたび現れたまえ。本物地荒み玉様が、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 本物地荒み玉様が。時は来た。工房殿、貴殿の導きによりオロチを討つことができた。人の子は読めぬ、脆いかと思えば我らをしのぐ強さを見せる。礼を言うべきは私だ、劉備将軍。なところもありましたが、心根は良き御仁でしたな。叱責を受けよう。
勝てるのか、鬼神呂布も。鬼神か。あるがままに棒を振るうその姿、獣と呼ぶがふさわしかろう。天下を見渡せば我が波動とは比べべくもない。では見物させてもらおう。盛大な猛獣狩りような。された意の強者と戦わば気も晴れましょう。信長、こたびの援軍大義であった。総猛徳が打つは存分に興じよう。生き返ったりはしませんかね。案ずるな、アクライ。あとはこのジョカがうまくやってくれよう。皆の者、この円本書、友のために宴の用意をしておいたぞ。オロチは倒したが、がまだ覇王と魔王がいるのが不安か。オロチよ、お前の作ったこの世界、もはや奴らのものかもしれん。それがお前の望みか。少しはできるようだな、小僧。小僧ではない。俺は源の義経。小僧、避けてばかりでは面白くなかろう。受け止めてみろ、俺の本気を。ごと叩き割ればよかろう。実に軽らしい。我が輩ならばまず亀の警戒を解く。柔
柔らかい頭を出してもらわねばな。今こそ眠れる虎が目覚める時を。我が軍の背後から呂布が。邪魔はするな。待て呂布。どこへ向かう気だ。陸が恋しくなったのか。いや、呂布のことを考えていたのだ。奴は頂点を目指した。ただまっすぐにな。その姿勢が孫悟に勇気を与えたのかもしれん。俺が呂布を褒めるとはな。門外、時期に嵐が来よう。殿、悪い冗談はよしてくだされ。騒がしい奴さえいなきゃ、のどかなもんだこの世界も。信玄公んとこんでも行って軍略談義としゃれ込みますかね。そなたは何故世を乱す。命は滅び、今は好天の世の黎明なるぞ。お主がいないからこそやりたい放題できるんだ。行け、皆殺しにせえ。誰じゃ、わしの邪魔をする奴は。島佐君、礼さん。加勢させてもらいますよ。来ておったか。戦前の肩慣らしのつもりが熱くなりすぎたぜ。
だがおかげで体は軽いぜ。ならば参ろう。共に磨き高めた武で敵を打ち果たさん。こたびの相手は人中の力じゃ。まずは切符。戦も爆死も相手は大きい方がいい。じゃがお主は両夫を撃てん。わしが先に射抜いてしまうからな。高校やと思うておったが大した戦好きよ。右翼より謙信公を率いる上杉軍、左翼より秀吉殿率いる織田軍、信長は殿のお力で皆が団結しオロチに当たることができました。勢力を超えた名を義のもとに打ち立てた手腕、見事だ。あの方々がまとまれば敵なしだ。だが変なとこで意地を張る。そんな時は周りの人間が動いてみるってのもあれじゃないですかね。今回の左近殿のように。そう、名軍師の名采配堪能したぞ。お主を選んでよかったわ。当分は勘弁してもらいますよ。どこへ行く？もう一人の意地っ張りがどうしてるかと思いましてね。に楽しむべし。行け！うわの。
殿、殿、ついにまみえる時が来たようだな、オロチ。仮にも世界を現出した力、一応称えるに値しようが、大掛かりな世界を作り我らの目に留まった時、お前の命数は尽きたのだ。オロチ、我らと共に戦海に戻り、時月氏の血も罰に服すがいい。相変わらず芝居がかったセリフだね、坊や。じゃが坊主の弦に遜色ない敵よ、締めていくぞ。さすがに機嫌が良いようじゃな、オロチ。だって曹操さんは死んじゃったし、蜀の将も今やオロチ様の忠実な駒、呉も徳川も属国状態。この世界はオロチ様のものよね。それでもあんた、終わらせる力を持つ強者を求めんのかい？無双の英傑は諦めを知らん。存外我を超える者はすぐ近くまで来ておるやもしれぬ。オロチ。仲良く死ぬのか。せめて天女でも現れて手招きしてくれりゃな。神々しくも軽やかな舞、美しい。俺の天女よ、あんたと一緒なら喜んで天に召されるぜ。おっと。そのくらいの傷なら大丈夫よ。それに私は天女じゃなくて三蔵法師。人を探してるの孫悟空って言うんだけど、誰か知らない？源氏の御曹司、九郎義経様を探してるんだ。知らねえか？そんな奴は知らん！そこをどけ！そうか。ところで、生意気な獲物を持ってんな。俺様がもらっとくぞ。うわまあ、義経様はどこに行っちまったんだろうな。大した槍じゃねえな。邪魔よ、どいてくれない？お前ら、義経様を知らねえか？知らんわ、そんな人。じゃあ用はねえ、獲物を置いてきな。武器なんか持ってへんもん、見たわかるやろ。あなた強そうね。武器を集めるのが趣味なの？他人のもん奪うやなんて泥棒やで。泥棒じゃねえぞ。命を取らねえ代わりに武器をもらう、つまり取引ってやつだな。うわ、めちゃくちゃや。
ねえ、一緒に来ない？すんごい武器を持った人たちとわんさか会えると思うけど。何？面白そうだね。どうせ義経様の行方もさっぱりわからねえし。ラッキちゃん、あんな変なおっちゃん関わらん方がええんちゃう？そう？役に立つと思うけど、単純そうだし。